ビジョン・ネダの伝説。ブルガリアの土地は数百の伝説と伝承を守っています。多くの場合は現実的なことから由来しています。時間とともに交渉伝承が現実を彩ったり面白い点を加えたりしています。レトニツァも自らの伝説があります。多くの場合ではオスマントルコ人に対する反乱について語っています。美女ネダの伝承も同じようです。昔からゴルスコスリボボ村ではネダさんという少女がいました。彼女は美人でした。村の少年は皆ブルガリア人もトルコ人も彼女を追っかけていた。それほど美しかったんです。広場でのおしゃべりの集まりか、村の噴水か、もしくはお祭りの踊りか、どこでもネダが顔を出したところには、年寄りと若者は皆、すらりとしたネダの姿、長くて量の多い髪、白い皮膚に憧れていました。我々、ブルガリア人の少年も近づいてみましたが、トルコ人の方が勇気がありました。彼らが陰謀を企み、少女を盗みました。馬車に運び、スヒンドル市へ向かいました。彼らの行き先は山を通し、ハイドシュキードへ進みました。そこでは男が休みたいと思い、馬にも水をあげるようにしていました。止まったが早いか、助けてください、と叫びました。運がよく、ハイドゥクは森の近くにいました。少女の叫び声を聞かなくなり、向こうにかけていき、誘拐者を攻撃し、少女を自由にさせました。運がよく、ハイドゥシュキは森の近くにいました。少女の叫び声を聞くなり、向こうにかけていき、誘拐者を攻撃し、少女を自由にさせました。しかし、少女はその後しばらく家で仕事をしたり、村の広場で踊ったりすることができなかったとのことです。ハイドゥシュキの組の男たちと一緒に旅へ行きました。いかにもトルコ人が怒っており、結局諦めてしまい、自らの道を進んでいきました。その時から現在までその場所をプスティアタと呼んでいます。